伊勢学園高等学校は、三重県伊勢市黒瀬町に所在する、私立高等学校。次の教育組織がある。本校は、崇高な愛の精神に立ち、日本文化の特質と伝統を尊重し、恩惑な幸福のもと豊かな人間性を養い、健全な精神と体を育成するとともに知識と教養を高め、もって、各人固有の特性を十分に発揮し、 広く社会国家のために貢献することのできる優位な人材を育成する。校訓の石碑、美しく生きる一年生全員が外国語の授業で韓国語を学ぶ。韓国の高校と姉妹交流も続けている。なお、特別進学コースのみ2年生も学ぶ。3年間で確かなステップアップが図れるよう、カリキュラムを構築。豊かな教養を身につけながら、 早い時期から将来への明確な意識を高めていきます。学力アップだけでなく、人との関わりや常識、マナー等の生活習慣指導を行い、総合的な教育を行います。詳しいことは、こちらを参照してください。L エコールの制服を採用している。2012年11月21日発売の渡辺、眉のシングル、光る者たちのカップリング曲。 さよならの橋のミュージックビデオでは、渡辺が全国47都道府県の制服を着用し、三重県代表として、伊勢学園高校の制服が選ばれた。渡辺は、スカートの模様が珍しくて、新鮮な気持ちでした。とコメントしている。ソフトボール部は、競合として知られ、百九十八年から六年連続で、全国高等学校総合体育大会に、 出場、2006年にはの自菊標語国体で準優勝するなど全国レベルでの活躍が目立つ。伊勢学園高校周辺伊勢市の文教地区にあるため多くの学校が集まっている。2009年4月8日には教学会帰生の入学式が挙行され、男子生徒72名を含む235名が入学した。 中日新聞長官名版朝日新聞デジタル2014年2月17日伊勢学園高等学校コース体系校訓制服紹介伊勢学園高等学校 AB AKB48 眉優全国47校の制服を着てメガボルトに出演お気に入り制服はビルボードジャパン2013年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ 2013年4月2日閲覧。伊勢女子高等学校、伊勢女子校、運動クラブとヨタ自動食器。ありがとうございます。